はい、やります。はい。何かを取る。L。何かを捨てる。そう。じゃあ今日弟がおらんので二人でやります。何かを得るためには、ためには、何かを捨てる。二頭を産むのは一頭も得ずとかっていう言葉も聞いたことない？ない。ないか。まあ、例えば二頭を、狩りをしようとして、ここに人がおるとするよね。でも獲物は二頭おるよね。これを、両方仕留めたいと。二頭とも仕留めたい。で、こう狙っとるかもしれん。でも、一頭、二頭とも仕留めたいけん、こうやるおるうちに両方逃げてしまう。ということでね、二頭を産むのは一頭も追えずっていう、二頭を捕まえたいっていう欲を出しとる時点で、逃げられて、結局何も捕まえられなかったよっていう言葉だよね。二頭産むのは一頭も追えず。っていうこと。これは、まあ、似たようなことで、何かを得たい。得たい。何かを欲しい。だったら、何かを捨てないといけない。これは何かというと、例えば、あれよ、強さが欲しい。強さが欲しいです。って言ったら、何かを捨てねえけ。何を捨てるかって言ったら、自由を捨てねえけな。強くなるためには練習せなきゃいけないわけだよ。そしたら遊ぶ時間が減るわけだよ。そうね。遊ぶ時間を捨てるしかない。その二つが一緒にはならんのですよっていうことだよね。何かを、例えば試験があります。勉強してテストでいい点取りたい。いい点を得たい。いい点を取りたいんだったら、遊ぶ時間を捨てなきゃいけんってこと。両方は無理ですよ、ということ。だけど何かが欲しいんだったら何かを我慢して一旦捨てようねってことね。そういう考え。わかった？あとは、いつものこの健康な体と、この当たり前と思ってるこの生活、これに感謝して、生きていこうね。以上、おしまい。